ある試合ばかりでした。そしてみんなスマッシュが上手かったです。そうなんですよ、なんていうのかな、基礎がしっかりしていて、もう技がないからただロブを上げているとかね、ではなく、こう意図があってロブわざとスペース空けて誘っておいて打つと同時にダッシュでカバーに行く、これを数回やると考えるようになって勝手に崩れていくパターンもあります。ありがとうございます。勢力丸2、あと何かと丸3根性と言われ自分がシコラーであることに思い至りました。そういえば絶対無理と思ったバコラー相手になんとなく勝ってしまう、そして微妙な顔ですので、コーチが優しくふわって返して取ったボールに対してまたバーンって言ってまたアウトって、バドミントンじゃねえんだからみたいな話になっちゃう。バドミントンなの、それはバドミントンの方失礼です。でもなんか、いや競技違うじゃんってなっちゃうと、良くないなと思います。レディーステニスとおばさんテニスからコメントをたくさんいただいております。みゆきさん、ありがとうございます。 CBR66 さん、66さん、マルブーさん、マルブーさん、リュウイチさん、ありがとうございます。はい、自己肯定感激戦過去加藤です。今回もよろしくお願いします。まあ、レディーステニスとおばさんテニスというのでね、コメントをいただいたことの、またですね、さらにご質問返ってきてますので、まあ、難しいですよね、うん、でも飽くなく探求心で上達したいって思う気持ち、常に練習を繰り返してね、繰り返し練習をされてる方っていうのはどなたも魅力的だと思います。というのでみゆきさん行ってみましょう。こんばんは、みゆきです。こんばんは。ふとした時にヘッドコーチから、私のテニスの持ち味は丸1、とにかくコートにボールを入れる調整力丸2、あと何かと丸3根性と言われ、自分がシコラーであることに思い至りました。そういえば絶対無理と思ったバコラー相手になんとなく勝ってしまう、そして微妙な顔をされることがあります。もしかすると私は今後おばてに進化してしまうのかも、いやもうなってるのかもしれません。自分がシコラーであることは変えようがないのですが、決め球はちゃんと決められるようになりたい、特にフォアに来たチャンスボールはバチコーンと強打して決められるようになりたいと言ったら、今はフラットのスイングを途中でやめてボールを入れに行っている時があるので、これからはしっかりスピンをかけて、振り切りなさいとご助言がありました。さすがヘッドコーチだけありますね。なんかすごく的確、まあ、僕は評価さ失礼な話なんですけど、やっぱそれだけね、立場のある方だと思います。習得するまでにさほど時間がかからないだろうとのお見立て付きでした。技術を磨けばどこまでも可能性がある、そう信じて頑張ります。シコラって言うけど、でもみゆきさん男性の方ともやれてるじゃないですかって考えれば、女性だけのこのしこらになってくると男性がバーンつましたりする、まあ、いろんなところで切磋琢磨されてる、まずそれは僕は肯定していきたいし問題ないと思います。で、まあ、このヘッドコーチのおっしゃるとおり、まあ、僕も少し拝見、でね、ご一緒ね、ありがとうございます、まあ、差し上げました。別に問題ないと思います、はい、あとはこう強いボールをコーチが打って、それを返球する技術を身につけていくと、自然とバコラーにバコラーっていうか必要なところに打っていくことができますから、はい、あと自分で意識があれば問題ないと思います。どういう方がダメだっていうと、ダメっていうかね、バンバンって練習中っていうの、試合になったらスイング止まってるけど、いや試合うまくいかないねっつってスイングが止まってることに気づかない方、もうみゆきさんは全然自分で、はい、認識していただいてますし、ね、もしご、ね、機会があればまたご一緒してバコバコ、ね、行きたいですね、はい。お話は阻止で、ね、まあ、別としてですから、まあ、そうやってそうスピンをかけて振り切りなさいという助言はね、僕も共感持てます。要はスピン打とうと思うと、やっぱり当たりがやっぱ薄くなってしまう、しっかり振っていかないとダメですよ。そうすると自然とフラット気味に当てた時もスイングできるようになってきますんで、はい、適切なそして的確な指導だと思いますし、はい、やっぱりいいスクールのコーチに巡り合わっていらっしゃいますね。僕はそういう意見なので、別にそのおばてにはならないです。スイングは止まってませんから、なりそうだったらまたそういうどういう人かっていうのはお伝えします。なのでみゆきさん全然 OK なんで、この調子で引き続き頑張ってくださいね。はい、CBR66 さん、もうやっぱねすごい、おばさんテニスというかベテランテニスは相手があまり早く動けないこと前提で組み立てられているのが多いですよね。言語化するのが難しい中ありがとうございます。
だからそういうカテゴリーで強い人ってセオリーががっちり固まっている気がする。その分読みやすいとも言えるので私は嫌いじゃありません。わざとスペース空けて誘っておいて打つと同時にダッシュでカバーに行く、これを数回やると考えるようになって勝手に崩れていくパターンもあります。ありがとうございます。コーチじゃないかな、 CBR66 さん。そうなんですよね、おばさんテニスっていうとちょっとこう揶揄が入っているとか、まあいわゆる特定のレベルでしか通用しないよねっていうのがおばさんテニスだと思います。だからベテランテニスっていうのはそこからこう突きつけ抜けておっしゃるようにセオリーをしっかり持っていらっしゃる、ね、縦割り横割りはあるかもしれませんけど もう全然そうだと思う。だから何が悪いわけじゃないんですよ。シコラーに負けたってシコラーはシコラーなりのやっぱ美学がありますから、はい、もう全然いいと思うんです。逆になんかそれをなんかシコラーだからとかおばさんテニスだからってバカにしながら負けてるって方が恥ずかしいと思いますから、はい、まあ自分はさておきですね、はい、やっぱりもう僕はどっちもシコ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 、はい、3時間ぐらいやったことがあります。学生のサークルの大会で、ね、先輩に4時間ぐらいやったらお前コート無駄にすんなよってめっちゃ思われました。はい、なのでその両方の気持ちは分かる。でも打ちたいって気持ちは分かるんで今もう頑張って打っていきたいっていうマインドで精進しておりますんで、はい、ありがとうございます。もう本当に皆さんのおかげで、はい、いつも奮い立たせていただいております。マルブさん、私の身近なレディースと名のついた大会も元インカレ上位だった選手や実業団を引退した選手がゴロゴロ出てました。確かに男子の試合よりロバは多いですが見応えのある試合ばかりでした。そしてみんなスマッシュが上手かったです。そうなんですよ。なんていうのかな、基礎がしっかりしていて、もう技がないからただロブを上げているとか、ね、ではなく、こう意図があってロブを上げて、ね、こういう展開に持ち込みたいっていう方、そういう方はもうおばさんテニスでもなくレディーステニスでもなく普通の戦略テニスだと思います。はい、上手な方多いですよ。だから逆に僕が言いたいなと思うのは、やっぱり女子連であろうがレディースの大会であろうがね、まあ、おばさん大会は分かんないですけど、そういうこう上に上がってくる人ってやっぱり一通りの技術はお持ちですよ。なのでやっぱりこうスピンを身につけるっていうのは大事ですよね。さっきのみゆきさんの話に戻りますけども、うん、なので丸子さんいつもいいコメント、CBR66 さんもそうですが、ありがとうございます。丸部さん続きで言いますね。プロ選手のコーチに試合の時に心がけていることは何ですかと聞いたことがあるんですが、相手にスイートスポットを外した球を多く打たせることと言ってました。私も50歳を過ぎて、いかに緩い球で自分より上手い人からポイントを取るかに精進しています。最後に決めるボールのリスクを下げるために組み立てを考えるのは楽しいです。いや、そうなんですよね。うん、なんかだからなんていうのかな、ミス待ちだったりするんじゃなくて、しっかりとこう配球しながらこういうことをしたいからっていうつなげるっていうのは僕はすごく大事だと思うし、そういう方がただホームラン競争みたいにバン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 打ってあーあーあーってなるんだったら、そこは僕は、うん、逆にちゃんとしっかりつなげて展開した方がいいのかなと。同じミス同じパターンで失敗してって全然気づかない。コーチ前のボレストでコーチが優しくふわって返して取ったボールに対してまたバーンって言ってまたアウトって、バドミントンじゃねえんだからみたいな話になっちゃう。バドミントンなのそれはバドミントンの方失礼です。でもなんかいや競技違うんじゃんってなっちゃうと良くないなと思いますので、はい、こういうところですね、うん、しっかりと展開、いや大事だと思いますよ本当に。それをなんか安直にただね、こうただロブ上げるっていうのは良くないと思うんですけどね、成長の段階においては。はい、ありがとうございます丸部さん。さあ、そして龍一さん、こんばんは。メッセージの前にすげー煙、加藤コーチの前でタバコを吸ってるのは誰？私なんか6月26日で禁煙歴23年目に突入するのに、加藤コーチのコーチ歴より長いですね。ではまた、わらわら。はい、実は僕は吸ってましたっていうのは嘘です。タバコは吸いません。これリーさんいいとこ気づきますね。さて何でしょう、加藤クイズ3択、1つ目、はい、実は近くに吸っている人がいた。2つ目、はい、僕の大好きなお線香の煙、3つ目、はい、近くが火事になっていた。さあどれでしょう。はい、ということで基本的に私は体の健康のために、そして、素敵な60歳、迎えられるようにですね、
日々精進したいと思いますので、老害にならないように、頑張りたいと思っておりますので、はい、そこら辺はないです。はい、まあ、ちょっとここでもよく気づきましたね。あんな結構ボクボク出てましたかね。はい、まあ、僕は吸わないですよ。はい、リュウさんも吸ってたんですね。23年ってすごいですね。何をきっかけで禁煙されたのかちょっと教えていただけると、また他にタバコを吸っていらっしゃる方がいらっしゃったら、何をきっかけで禁煙されたっていうのを教えていただけると、まあ、別にただ僕は知りたかっただけなんですけど、よろしくお願いします。今日はこれで終わりたいと思います。どうも、はい、ありがとうございました。さよなら、バイバイ。